作官学院修習期限定講座パッケージの授業講師の作官です。今回紹介するのは1994年にネオメディアウィングがプレイディア向けに発売したニュートンミュージアム恐竜年代記前編です。はい、でこんな感じね。今プレイディアのパッケージですよ。こういう感じで裏面がこんな感じになっています。では表面から見ていくと、まあ、プレイディア対応ソフトとバンダイのロゴがあって QIS のロゴで、ニュートンミュージアムって書いてあるんだけど、英語表記を見るとマルチメディアっていうのが肩にあってニュートンミュージアムって書いてあるのね。でここにもひらがカタカナでニュートンミュージアムってあって、で恐竜年代記前編ってところに対してはダイナソーズエンサイクロペディアっていう表記があります。でまあ恐竜がいて、地球なのかな、これ地球が奥にあって手前に恐竜が 1,2 で3体いる感じかな。パッケージ写真かっこイラストと商品とは多少異なりますのでご了承くださいってここにありますね。なんかこれ違うのかもしれない。で裏面、ニュートンの美しいイラストを見ながら恐竜時代を探検しようということで、まあ、ニュートンミュージアム恐竜年代記前編、まあ、ここはロゴでしたね、タイトル表記でしたね。で説明文があって画面写真3点に対して説明があるような作りですね。で私たちの母なる地球にはおよそ1億年以上も前に思いもかけない大きな恐竜がたくさん住んでいたことがいろいろな研究によって明らかにされてきました。ニュートンミュージアム恐竜年代記は美しいイラストとナレーションで詳しく解説しています。あなたも恐竜博士になってみませんか、なってみたいですよね。ということで、まあ、画面写真に対して何がついているかというと、恐竜探検モードその1、恐竜の仲間60体の恐竜図鑑、博士とユミちゃんの恐竜 Q&A、 恐竜時代を用語辞典でチェックって、まあ恐竜探検モードその1っていうのがこれなんですかね。で恐竜探検モードその2、スライドショー、生物の誕生から恐竜の出現、これ何を思ってその1その2分けてるんでしょうね。でその3、恐竜探検モードその3、恐竜クイズでは恐竜博士のチェックってことで、まあ、分かんないけど恐竜探検モードその1その2その3っていうのがよく分かんないけど、まあいろいろなモードが入ってますよっていうのは分かるんだけど、これって絶対子供向けに作ってると思うんだけど、これねここの表記一通りねルビがないんですよ。これがね僕の中で一番気になる問題でした。以上作官でした。